お疲れ様です。今日はですね、まさかのあのデッキが環境勝率1位にということでね、こちらペッカ工場をやっていきます。さあ久々にね使いますペッカ、僕めったに使わないんでね、まあ、そんなペッカなんですけども、今回ねヤナーメザップ型ということで、この呪文がね、はい、変わってきました。なんかね今ペッコーでマジアチャかな、わかんない、エレキのかアーチャーが入ったりだとか、なんかいろんなねバージョンがあるんですけども、まあここが変わらずと、呪文のねファイボとかかな、ファイボかポイズンか、どっちが多いんだろう、微妙なとこか。ちょっとポイズンの方が昔は多かったけど、最近はファイボみたいなさ、そんなペッコーの矢型ですね。はい、完全環境対策です。環境のアーチャー、そしてゴブリンもねいるんでね、アーチャーゴブセットに対して、まあ、ヤズアップがすごい刺さるよねと。そしてあと、まあエレジャイか、環境エレジャイもやっぱいるんで、そこにもねこのヤナムザップっていうのがいい、アーチャーエレジャイとか、まあアーチャーじゃなくてもボンバーとかはいるんで、めちゃくちゃ刺さります。そしてスパーキーもちらほらいる、ちらほらいると、まあエレキで組みたいんですけどね。一旦ザップぐらいで済ませますか。今回あガゴムレがね多分いるんですよね。ババもいるんだよな。ああそう、なので一旦待って、ここはでホグまであります。俺のお相手さん、ホグ来るかな。ホグガゴムレとか来ても一旦今回はヤナメがあるのがでかいっすね。まあババに対してファイボーは使いたいですけどね。でも正直ファイボーってババぐらいにしかババ用ぐらいっすよね、まあ、あとなんだロイホグとかか。まあロイホグもねゴーストで頑張れって話よね。さあヤナメちょっとせっかくならね隠し持っときたいというかね、俺はファイボかポイズンですよアピをしときたいですね。ここの工場場は相手受けがきつそうですけどね。うん、しっかりね。これ一回、このバーバリオンちょっと届ける。スパーキーに。いや、届かなかったけど、マジアチャ強。マジアチャ強。うい。あー、これでも嫌だな。ピピピランドで受けるか。からの？うい。アーチャー受けちゃったの痛いな。さあそんな感じでどうしようかな。ババがやっぱ強いんでね。ババをねどうにかするのが、まあ俺のこの今回の重要なところではある。ババが強い。そう、矢の雨だってさすがにしないんで、いやこれでかいぞ。でエレキで踏めるんで、いやこれよね、これ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 でかいでかい。さてここであと守れるかどうか。いやもう確実にね。いやサンドイッチで一発見れない。220ファイボもポイズンもないんで削れないんですけど、回す。おー、矢沢で落ちるんかいっていうね、はい、やつです。よし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 、まあこういう相手ですね。本当に環境の、まあ、とりあえずアーチャーっすよね。ラバにも入ってきてるんでね、最近だとアーチャーが、そう何にでも入ってきてるアーチャー、アーチャー小物系にね、はい、矢ザップがとても刺さります。まああとはね知ってる人も多いと思うというか、ほとんどの方知ってると思うんですけど、まあ矢波ザップ、ヤナメ雪玉とかでね、マザネク、マジアチャ、あとザッピとかも処理できるんでね、意外とそういう中型デッキにも腐らず戦えることができるのが、まあ最近やっぱ多いよね、このヤナメプラスの1枚構成でさ。今回の相手がまあ神技なのかな、ゴーストアチャクイですからね。さあメガラムとかの可能性もあるが、めちゃんこ神技っぽいな。これ一発殴ってほしいな。あーそれはうまい。ゴーストでも良さそうだったけど、ちょっと確実にね耐えて、
さあ、神技っぽいっすね。エディババ次が来たら渋い。さあ、ゴーストと、あ、これやってもったな。アチャックイ、いいスピ。多分あと1枚エリババが、ね、いると思います。でタルババか、まあ、レイジかみたいなのが隠れてると思うんですけど、美味しくね、いけ、うーん、そう、美味しい。まあどうだろう、意外と相手ペッカ受けがきつい気がするんで、まあ、ちょっとペッカ生かして攻めたいな。さあ、まあさすがにこれ後ろにペッカつけると、まあエリババ来ると思うんですけど、受けがむずそうじゃね。さあガインが入る、しかもちょっと強いぞ。でもこれだけで良さそう、すること。ヤナアメ今回だいぶ腐るっすね。でもあ、それうまいの。あ、だからレイジだるいっすね、ちょっと。さあ、ちょっと痛いけど、このカウンターでちょっと持っていきたいぐらいだな、正直。まあ、エリババが回る。いや、これ耐えれるっすね、なんとか。マジなんとか耐える。でも行くっきゃないよ。こっちか。あぶねー、ちょ、こういう相手ではね、ちょっと矢がマジで腐っちまうっすね。小物引き手ですね。さあ、ちょっとギリギリすぎる。うわー、ルーベン来た。2021年世界チャンピオン王者っすね。世界チャンピオン王者、世界王者。さあ、ルーベンとかは、まあ、環境デッキ使ってるからアーチャーとかの採用多いんですけど、まあ、文句っすね。文句、一回も固まらない主義者ですね。文句風に、あ、神技か。こういうのなんかバグって走りそう。いやー、強すぎ。まあヤザップね、なんとも言えんす、ね。まあスケなんで一応ペッカの受けもちょっと強いよと。難しいとこだな。まあファイブじゃないんで跳ね返されはしない。うん、ラム受けかな。全然普通にフェニックス、マジやっちゃう。スケがだいぶ厄介ですね、俺からしたら。さあ、文句もそれで言うとだいぶ厄介ですけど、ちょっと決定しちゃうか。フェニックスやべえかな。
だから両サイ攻めでさ、ワンチャンなんとかなりそうじゃない。あー、そんなもんか、強っ。さあマジで鍵は文句。いやマジでちょお前頑張りすぎだろ。消える？いやーいいカバー。ああクエイクだったんだこれクエイクやばいな。ああいやめっちゃ効いたで。でも残る。いやランバーの位置次第ではちょっと行きたいな。もっと入りすぎ。読んでたのに。いやでもサルバは届かない。うわーマジで。うわやったとか。あんま殴るか。うわーこれちゃっちゃザップ打っとけよかったな。うわーもったいね。いやーマジ全然勝ててましたね。さあにょくいキョトンニョクイ謎ネームだ。サイスピディガー。いやでもこういうのアーチャーの代わりしかしない。こういうデッキのためですから。やっときた。ケツペしちゃうぞ。ミスってるな。お？なんだこれ。だいぶミスってる。いやボムフルか。ボムバル用にここに言うの出しちゃう。マスク来そう。いやーやべ。さあなんかでもあんまいい香りはしないっすね。高回転バルーンみたいな。いやでもポイズンだったんでリガポイか。ただのえっ何やってんだい。マジ今んとこ守ってギガポイなんだよ付け合いスピやばくない。でも超鉄壁ってことになるよ。ナイトギガポイマジでマジでそうだな。一生守ることを誓った男だこいつは。覚悟を決めてる。私はもう一生防衛しかしないと。一発？あーでかい。いやディガポイか。まあちょっと硬えな。圧着イボムなんで硬いんですけど全然勝てないことはないって感じだよな。下手くそペッカしてる。つけだけ許容。全然当たらん。勝手な人が事故ってる。でも
さ、相手が勝手に事故ってくれてるんで、なんか勝てそうな未来も見えてきてる。このアチャクがマジで強いな。だいぶでも勝てそうだな。相手さ、アチャクとかで削んなきゃさ、なかなか削れないよねこれ。いやでも完全に守る男っすね。いや、ナイトならちょっとやだな、回るよなと思ったけど。さあもうこれは許容していくしかない。あれ諦めたっすね。なんださあ全然やだめー。もうザップもなんかそんなでしたけども、はい、普通に勝ちましたね。マジで環境のお目当てであるアーチャーくんが来てない。さあダークライト3位、8位。アーチャーよ、アーチャー全然引いてないけど、何のための柳雨だってなってる今んとこ。ポイズン出んじゃねえかっていう、間違いない。アーチャーエレジャイ、アーチャーラバー、何でもいいんだい、何でもいいんだ。小物高回転だったら、あとエレジャイでもいい。おー、もし文句引くね。まあ反射されるんですけど、反射される前にちょっとダメージ与えれば。さあジンギルーベンだな、これまた。これだいぶ今流れがいいところ。これ先行しちゃうのかなこの位置。あー文句でノックバックして、だいぶ渋い。ラムケっすね。そんでもってピョンっつって、あー助けでいいやつね。やうっとこう。さあこれはちょっと追加しにくいね。よし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 、クエイクでギリだったかな。正直5だったら絶対もっときついんだけど、勝ちたいよ。いや絶妙なタイミングのスケ。さああとは、まあ、フェニックスをどうしばいていこうかって話っすよ。もう勝て。マジフェニックスがな、どうやっていこう。これなんかめっちゃチャンスだね。やべ、タレで終わる。うん、来た、これや、絶対これや。マジ小型呪文打たなさすぎてやばい。いや絶対ザップ打っとけばよかった。いやマジで強すぎ。マジやつでほぼ削ってる。いややっぱこれ相性いいな。あーマジやつきそう。これちょっと分解させたい。えミスってね。あー
やべ、お互いマジアチャゲしてる。フェニックス、それ強えな。さすがにランバーはここで一目つかなきゃ危ない。さっきの反省、ザプースこれめっちゃ大事。逃がしてくれ。いやまだクエイクなんだ。さっきからなるほどね。今人気みんなクエイクなんだなるほど、だから苦しそうにしてんだみんなクエイクでした。ラッキー。マジでアーチャー全然こん。フェノファイナルフォームさ、さっきやったよな。一周してきたな。これ絶対もう、あ、アーチャーや。フェノファイナルフォームはアーチャーない。こいつにはちょっと刺さる。ちなみにスパーキーいるんでね、これ。これちょっと微妙だったな、この抜き方。いやーめっちゃいいホグ。これタゲが工場に行くやつやん相手なんか終わったくねさあロイジェホグスパーキーで攻めすぎて終わった相手がいる。いやこれ絶対こっち行った方がいい。やべえぞ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 。さあ残り1000だ残り1000か。いや悩むな、どうやって守る。いや刻んでもいいんだけど、縦に一回マジ冷静に。間に合い。いやヤナメマジで強いな。これゴーストで言ってもババで守られたらちょっともったいないんで何も言ってないかない。そうっすね。でこれホグが来んのか。耐えろ。やばい、ゴミすぎるそれ。ちょっと待って、行かなきゃやばい。待てよ、だいぶやばい。あ、マジでやばい。その流れ変わってる。敗北という未来がやばい。これ伝説のジャイホグ、ロイジャイホグか。さすがに耐える。いやでもこれできついぞ相手。あ、もうグッドゲーム言ってるもん。エレキ、うわ天才だ。あんた、あんたは天才だよ。ババサイトし終わって、んがいーバチコリー。いやフェノファイナルフォーム神相性っすねヤナメ型だと。さあというわけでこちらペッコーのねヤザップ型、まあ、ちょっと特殊なんですけど、まあ、今ほんと強いっぽいんでぜひね一回は試してみてください。よければチャンネル高評価お願いします。とお疲れ様でした。